姫路、大島、尾上の対戦となった1回戦 F グループは3フレまで終え姫路がトップ。それを大島と尾上が追う展開で、ゲームは第4フレーム。3つ目になるかどうか。どうだ、いい感じ。うわ、いかないのか。いかないんですね。ちょっとスピードつきましたね、うん、回転が足りない分行ってほしかったという気持ちも込めて追えましたけどね。大島由香第4フレームです。さあリカバーのストライク持ってこれるか。よしストライク。あの接点の後でしたから値千金のストライク、流れをリセットできました。勝負ですね、うんうんうん、ものすごく積極的に彼女的には来ていると思いますね、うん、なるほど、はい、うん、ああどうだ、うわ、危なかったね。ちょっとタイミングがずれましたからね。姫路うらら右側も18番レーンです。まっすぐどうだどうだ、ストライクは持ってきたけど熱い。さあその辺をどう本人がまたこちら右側のレーンでアジャストしていくのか、微調整するのか。大島です。第5フレーム折り返し、先ほどは第4フレームストライクでした。どうだどうだ、また突っ込みましたね。今の頭突っ込んじゃいましたね。おのえもえか、第5フレームです。どうだどうだ、うわ、ストライクまでは持ってこれない。さあ大島、これはまたスプリット3本残し、狙ってほしい一投ですが、どうだ、テイク2。この第5フレームでまたオープンを期してしまいました。おえもえか、7番ピンに向かって対角線上綺麗にマークしました。この後ゲームは大激戦。